2024年7月9日ゲームさなしの首位攻防巨人戦。打線は3回、相澤選手のヒットから相手のエラーでワンアウト1点3塁のチャンスを作ると、秋山選手がしっかりと犠牲フライを放ち1点を先制。貴重な新シーティンじゃったな。立ち上がりから抜群のピッチングを披露していた森下選手は、4回に岡本選手にスリーランを打たれて逆転を許す苦しい展開に、7回に上本選手の代打タイムリーで追いつき打線は粘りを見せるものの、8回島内選手が犠牲フライを挟んで4連打で2失点し勝負あり、島内選手は苦しい登板が続いているね。そんな首位陥落となった一戦にファンの反応はというと、さすがにもう擁護できんて、これでも1軍から2が3って言ったら耳を疑うレベルだ。何回同じ負け方するんだろうな。首脳陣で落とす試合が多すぎる。本当によく考えてほしい。もうチーム内でも島内に向けられる目線は同情だと思うよ。休ませてやってくれ新井さん。俺が島内ならストレスでどうにかなってしまう。何回島内で負ければ気が済むんかな。この首脳陣はハーンとか森浦とか使える投手はいるのに島内にこだわって負け、もう島内で6敗目です。早く勝ちパを外すなり2軍に落とすなりしてくれ。今まで首位に入れて今年のカープはいけるって思ってました。1試合を大切に、個々の選手を大切に試合に臨んでください。わざわざ島内酷使しなくても頼れるリリーフがいっぱいいるんだから2軍で休ませてあげようよ。さすがにそろそろ限界ですね。終盤にいてもらわないと困るから今のうちにリフレッシュを。島内のメンタルが潰れる前に早く落としてあげてくれ。まだ必要な選手。これで首位陥落、また立て直して首位奪還してもらいたいね。まずは勝ちパターン写真じゃな。ここは首脳陣がどう判断するかだね。ということで首位生活終了となった一戦でした。